ある男が死んだ死の間際に放った言葉はバラのつぼみその男こそ新聞王として君臨し絶大な権力を振るった男ケーン記者トムスンはその意味を探りその出自から新聞王として上り詰めていく過程を追うう,うちにケーンの波乱にして孤独な人生を知るというわけでおお はい、脱古典名作映画鑑賞会やります第7弾今回は「市民ケーン」という映画を使うわけです。はいはいはい、ね 市民権のもじりだとずっと思ってたんですけどケーンという男の話なわけですがだね今あらすじ聞いた感じだとしかもなんかちょっと込み入ってましたよねケーンの話なんだけどケーンのことを描くために別な視点人物を用意してっていう感じだから視点人物と主人公が違うタイプの作品そうですえこの作劇とかもねちょっと凝ってますしもう今あらすじをね読み上げた通りで冒頭でその 主題になる人物、けンがなくなるところから始まって。いいですね、引きがありますよね。その記者である男が。うん、はいはいはい。そこの謎を探るために。はい、彼の、まあ、近しかった人たち。いろんなところを渡っていって。うん、いろんな人が語る彼の姿、うん。ああ、へえ。あなるほどね。で、ジョハリの窓みたいな話じで、ねいそして、その。人生を辿っていく、うん。はい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 。いうことなんですね。面白い。いや、本当によくできてるなという。 ちょっと気抜くと、うん、なんかインタビューシーンばっかりで、うん、こうなんか間の抜けた絵になっちゃうと思うんですけど<ー>これ実際これ世間的な評価としてはどうだったんですか、はい、いやもうねこちらにですね、うん、今回いろいろね参考図書共有してますけれども一、はい、冊ねこういう本が出るぐらい今回の,の厚みで。うん 制作会計が追われるぐらいにはね。隠しといたオビが今見えちゃいましたけどね。映画史上ベストワンとも呼ばれるね。はい。映画史上ってアメリカ映画史上。アメリカ映画史でも。何がそんなに評価されたんですか。まあやっぱその作劇今語った通りで、まあいろんな人の視点である人物を描いていくとか、まあそういうい一本の物語を一つの時間軸でだーッとっていくわけではなくて、その時間軸がいろんなところに移っていくとか。 まあその辺がフレッシュだったっていうこととかまあいろいろあるわけなんですが、うん、あと映像もすごいフレッシュですね。はははいはいはい、はい、あのなんていうかねかっこいいっすよあの<う>すごいローアングルから攻めた床に穴開けてその中にカメラを仕込んですごい煽った<ー>絵で撮ったりとか<ー>その記者がね、うん、彼の生涯たどるためにあっちこっち行くんだけどとかその記者のこう。 常ににね影がかっったようなな画面て光と影のコントラストがすごい雰囲気がハードボイルドっぽい感じなんかタイトルから想像もつかない感じですけどめちゃめちゃ地味なタイトルだなと思ったんですけど1941年の作品にして非常にですねんていうか細かい心理描写だったり特にやっぱ人間を描いてるわけですよケーンという男っていうのは。 一体なぜこういう行動に駆り立てられていたのだろうみたいなことをね探っていくわけなんだけどんか最終最後語る質がありそうでいいですね。うん、人間、うん いやー人間ってなる <laughs> 人間があるってなるなりますよ、えー、ちょっと今チーカーみたいになっちゃった <laughs> 心が2つあるって <laughs> なっちゃったけど <laughs> っていう感じですね、えーうん、なんかそうそうなのねそ<う>な脚本も絵作りもいいっていうそうですねう 特にその脚本家まあえっとこの主演ここにねビジュアルもありますけれどもケーンという男を演じたオーソン・ウェルズというねこっちのニジャーゴの方の方ですかあこれ同じ人物ですあこれ同じ人物であそうなんですあの演説してるシーンなんですよええ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 えかええええるええ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  みたいな。この、オーソン・ウェルズさん、若干26歳にして。これ26歳のあ、そうです。嘘でしょあ、これ、フケメイクしてる。ああ、びくあそういうことか。その、生涯を辿っていくって話だから。ああ、なるほどね。少年時代とかもちろん別の役者さんだけど、青年期、少年期と、こう、年を経て、まあ、老人側でなっていくんだけど、そこはどんどん同じ役者が、あの、フケメイクして。へえ。逆ベンジャミン・バトン。本当いや、普通ではそれは。純人間。純人間。 人間をかもしれない順当な人生じゃな,じゃない。<laughs> <laughs> あんまり面白くなさそうだけどね <laughs> 変なふうになっちゃったけど <laughs>、ね、余計なこと言っちゃった。でこのオーソメルズが、えー、そのまだね二十歳半ばにして、うんえー、企画制作。うん え監督主演までねで脚本も一部書くっていう形になっているほとんどのクオリティコントロールを彼がしたあそうなんね映画でい、ね、ったけしさんみたいな感じですあみたいな感じです、ね、本当に。うん、あにこの後も『おーめるイいっぱい映画を撮って、うん、でそれに自分でも出演してみたをね繰り返していくんですけど だそうじゃあオーソメイズの話をちょっとすると時代としてはまだトーキーに移って10年経ってないぐらいの頃だからあへあまだそれぐらいのの時代の映画の歴史っていうもの自体がそこまでまだ若い時代のことでもともとやっぱり彼も、えー、映画の出身なわけではなくて、うん、演劇人としてねうん、うん、演劇畑の出身でで自分で劇団主催とかしてたわけなんですよ。 えー、マーキュリー・シアターっていうね、うん、劇団を主催していたんだけど、うん、それが、えー、ラジオ番組を持っていて、うん、毎週生放送で、えー、ラジオドラマをやるとあー素いですね、うん、いやっててそこであの「悪名高き」あれ例のラジオドラマですよ「ハーバート・ジョージ・ウェルズの古典 SF 宇宙戦争を」を、はいえー、現代アメリカ舞台に本案してラジオドラマとして。 削減し出したのが彼。なるほどね。ああ、この時のことだったんだ。うん、じゃあまだこの映画を撮る前に、そうですね、前からして恐るべき脚本、うん、恐るべき演出、そうですね。人の心を惑わす機能世に放っていたんですね。<laughs> まあ逸話としてね。<ー>その。うん いかにもリアルな演出も、えー、臨時ニュース的な、ねうんうん、ラジオの演出をしたり目撃者の,、まあそのいろんな目撃情報みたいな形で疑似ドキュメンタリー的な感じで宇宙戦争という物語を描いたそれによって、まあ、それを聞いたリスナーうん、うん、全米の人たちが本当に宇宙人が攻めてきたんだと錯覚してパニックに陥ったという実話が残る。それは結局、まあ、別に ホラー話ではあるけど、ね、作品だったんですけどもっていう、うん、それだけその人の心を掴んで話さないような作品を作れるってことですよね。ってこのいろんな研究資料によると、うん、まあそれはね実際にそんなパニックが起きたわけではないああそう。なんだでいくつかの新聞報道とかで、まあ、そういう情報があったり残ってたりもするらしいんだけど基本、はい、的に誤っていた情報だったりそもそもラジオっていうメディア自体も、まあ、まだ当時若い。 うんうん、メディアだったから新聞としてもあんまりこれを好意的に持ち上げたくなかったか<ー>でそれ苔を、うん、なんか苔にするようなはははいはい、はいラジオの悪影響みたいな。うん、っていうのが後にそのメディア書を研究した人とかが<ー>あこんなパニックがあったらしみたいなふうに引用した結果それがどんどんこう誇張されて広まった。はい っていうう話しそなんですね実際にそういった大きなパニックが起きたってことは事実としてはなかったなんだ。知らなかったそんな人物がただやっぱりそれだけの話題になるぐらいだからその演出力とかにはねハリウッドも注目をしていて映画界に引っ張っていきたいき抜いたわけですこいつを。で映画にも劇団のメンバーたちも出演させて初めて撮った映画がこれなわけです。え 初めて26歳にしてすごい全ての企画を預けられて撮った映画がアメリカ史に残るナンバーワンの映画と呼ばれいやー怖いですね <laughs> 才能というのは <laughs> この人と同じ時代に生まれたら絶望しちゃうなまあだからそのラジオドラマの演出ともちょっと重なるんだけどやっぱそのまあ ドキュメンタリックなわけではないけどもちろん劇映画として作ってるけど、うん、やっぱそのいろんな人の視点である人物を浮かび上がらせていくっていう,うな演出だったりっていうのは近しいところがあるかもしれないですね宇宙戦争のねそのまマと。っていう感じの映画ですね。だすごいね編集もすごい気持ちよくて 2>,、うん、まあ2時間弱1時間58分とか9分ぐらいあるんですけど結構そのカットのねつなぎとかも,もテンポがよくて、うん、あんまな長さを感じないし。へー 一人の人が喋ってるセリフがそのままポンって20年後の世界に時代に同じセリフをきっかけに繋がったりするっていうようなことをすよあらおしゃれおしゃれ自然に運んでたりとかして、まあ、ジグソーパズルみたいなね。まあ、途中ジグソーパズルもすごい象徴的なもってして出てきたりとか,なですか。なんかよくできた脚本ですね、うん、それだけ聞くだけでも。うん、っていうのでえっ、ー、とねその当時の脚本家の方に。 フォーカスした劇映画で、うん、マンクっていうねマンク3年ぐらい前にネットフリックスで<う>、えー、オリジナル映画として市民権の、まあ、制作当時の舞台裏みたいなのを作った映画があったりとか、うん、それがやっぱ注目されてる作品です。じゃあ今まだ遅くないわけですね。遅くないのそのコンテンツを、うんあの。オーソン・ウェルズの晩年に、うんえー、フォーカスしたドキュメンタリー映画が。 あのネットフリックスでも、はいはいはい、えー、オリジナルで制作されていて、あそうなんだ。ネットフリックス手広いな。あ見てきた。見てきた。はいはいはい。でもねオーソンウェルズの生涯の、まあその。 最晩年にずっと何年も映画を撮ってたんだけど、うん、結局それを完成させることなく彼はなくなってしまったんですけど<ー>まあそこの密着映像のフッテージはいっぱい残ってるからそれを掘り起こして当時関わってた人たちの証言とかを集めたドキュメンタリーがあったんだけどそれを見るとえめっちゃなんか市民権 と重なななるみたい今の映像の作り方自体が市民権リスペクトでしたよね。今話聞いた感じ。とか思ったりね。結構そういう資料がいっぱい残ってて。モキュメンタリーですかモキュメンタリーではないです。じゃないんででもなんか近いっすよね。作り方がね。一応そのモデルになった、あの、いや、めっちゃ関西弁の話で、どうしたんですか関係ないことない。えっと、モデルになった、その、 とこのケーンという男はね、メディア新聞王なわけですね。え、うん、そのメディアを牛耳ってた男。うん、で、当時の、まあ、モデルになった人物がいるんですよ。あ,あ、そうなんですな 会社持持っっってててるしラジオ局とかもた実際にモデルになった人物がいてでその人から上映中止の妨害工作が行それをちょっとねギガ化してさかしてるような描写があるからっていうことがあったりしてへえそうなんだなかなかいいですねピリついててその辺りの話はアフタートークで聞ける感じですかおお楽しみだみたいなそのネットフリックスのドキュメンタリー見ててねいや恐ろしいなということを彼まあ オーソン・ウェルズの言葉でこんなことを聞いたよっていうのが、うん、残っていてはははでその言っていたのが、うん、彼のねこれを撮ったオーソン・ウェルズの言葉が「うん、市民権は人生最大の呪いだ何かするたびにそれがアメリカ史上最高の映画と比較される俺の呪いだ」<laughs> というふうに言ってみたいですね、うん、でもねでやっぱりそのキャリア最初期に作ったこの映画が、うん、もうそういう,もう評価が、うん。 固まっっちゃて素晴らしいものだって傑作だってなっているからその次の何をどんな手を打ってもそれと比較されるしっていうのでまあいろいろう余曲折あった人生ではあったんですよね彼自身もねそのこのあとはいはいはいそうでしょうね最初に成功するってね結構大変なんだろうな経験してみないと分かんないでしょうけどもはあなるほどね。っていうような映画史に残るマスターピースと言われるうちの一本市民権を 上映イベントとしてやりますええ木曜日ですね、えー、11日十一日とそして次が25日と 2>, はい、はい、2週間後、ねえー、2日の日程ございますのでもしよかったら都合あったら見に来てほしい,、うん、欲しいやっぱりこう派手さがあんまないんで売れないっすねチケットの売れ行きが現状だから楽し,、はいはい、しくないので。 よかったらはぜひぜひぜひあの前回のカサブランカも結局あの最終営業日だったんですよね12月の29最終営業日ね前日かはいラストイベントだったんですけどやったらねあれ満員でしたもんねでありがたいことにから嬉しいいいんだっも来た人もね楽しそうだったんであの 絵面が地味なのはカラーじゃないからですカラーじゃないからです今のあらすじ聞いてちょっとでも面白いと思ったら絶対来た方がいいですうん。僕まだ見てないですけどねまずミステリーって聞いた段階で面白そうだなと思ったしそのあたりの時代回り実際に存在する人との兼ね合いの話も今伺ってやっぱりこう興味ふつふつと湧いてきたんであのポップコーンもあるし美味しいものもあるし見に来てねぜひぜひお待ておりますはい イベントの形式としてはね映画をまず一本見てもらってアフタートークでここまで喋ったような内容をさらに深掘りしてお話しして話すしてもらすよかったら来てほしいこれも多分当日会場に置かれるんでペラペラと見れます中古で買ったんですけどこれ初版本だったんですよこれ中あがすごいね状態綺麗じゃないですかこれ1995年6月初版なんですよでこの これがすげえ残ってて東大盛況本郷店本当だすごいへえ当時手書きだったんだ手書きのスリーブがはいはいはいスリーブって何て言うんでしたっけあのなんかなんかね有馬さんのやつ札販売管理表みたいなやつね九十五年のはい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 もうすごいね中古で買ったらたまたまへえ本郷からやってきました三十年の時を経て赤本です赤本。 な具合で、はいえー、いろいろ資料もお持ちしますので、よかったらね、うん、来てほしいです。はい、いらっしゃい、あげてください。お待ちしております。といったところで。はい、こんなとこですか。候補、うん、告知。うん、動画以上となります。来てね。お待ちしてます。よろしくお願いします。どうぞ。おしまい。